プラニツァ谷左からレタウニツァ、K イコール40、スカカウニツァ、ベリカンカの助走路もわずかに見えるプラニツァは、スロベニア北西部のジュリアアルプス山脈にある谷の一つ。世界最大級のスキージャンプ競技場があることで知られている。クランスカ、ゴーラの西約1 1トルのレイツ集落にあり、トリグラウ国立公園に含まれる。イタリア及び、 オーストリアとの国境から2キロメートルほど離れている。例年3月にスキージャンプワールドカップの最終戦シリーズが行われるほか、スキーフライング世界選手権が過去8回行われている。このスキージャンプ大会には毎年数万人が観戦に訪れる。レタレウニツァブラ島ゴリシェクをはじめとし、ブロートコバベリカンカ、ノルマルナブロートコバスカカウニツァ、そのほか、K イコール40。 K イコール30、K イコール8のジャンプ台が設置されている。1930年、ポンツサ,サンの斜面に最初のジャンプ台が建設された。1934年には、ブロートコバベリカンカ、1969年には、レタウニツァブラトウモリシェクが建設され、スキージャンプの世界記録の多くがここで樹立された。2005年3月20日、 ノルウェーの美容オーナイナールローモーレンが239メートルを飛んで世界記録としたが2011年2月ノルウェーに完成した世界最大 HS225 メートルのビケルスンジャンプ競技場のフライングヒルでヨハン・デメン・エベンセンが246.5メートルを記録してこれが世界記録となったその他プラニツァオリンピックスポーツセンターがあり 登山やスキーなど、山岳スポーツの拠点、トレーニングセンターとなっている。参考資料ジャンプ小林良行、ノルウェー神が、どうかしていると、絶賛2019年3月26日に、帰国した、スキージャンプ、日本代表の小林良行。ワールドカップ3戦4年目の今季は、昨年11月に、自身初勝利を挙げて以降、立て続けに優勝を飾り、 シーズン13勝とワールドカップ史上2二体の快挙を達成。今期のワールドカップでは日本人初の個人総合優勝も果たし、日本人通算勝利数でも、河西則明の17勝、船木和義の15勝に次ぐ3位まで一気に躍り出た。スキージャンプのワールドカップは札幌での1試合を除き、遠い北欧やドイツなどでの転戦ばかり。 小林の活躍は日本でもたびたび報道されているが、本場のメディアは、どのように日本の若武者を見ているのだろうか。2019年3月22日、スロベニアのプラニツァで行われた、ワールドカップ最終戦で252メートルのジャンプで優勝を飾った小林。それについて、スキージャンプを含む、ノルディックスキーの発祥国、ノルウェーの ベルデンスガング紙の電子版はモンスター級のジャンプでプラニツァのジャンプ大記録を破ったと評した小林のジャンプに衝撃を受けた元スキージャンプ選手がこう叩いたという小林は完璧なジャンプの形を持っているジャンプの際他の選手たちが地面に近づき始めるところでなぜか彼のジャンプはまっすぐ進み続けるそんなジャンプができるなんて 増加しているよスキージャンプ競合国、オーストリアのホイ手紙の電子版も今季現れた申請はプラニツァの地でスキージャンプの世界記録に迫る伝説的な優勝を手にした。スロベニアの化け物のように大きな山で彼は252メートルを飛んだと報道している。参考資料1994年3月17日にフィンランドのトニニエミネンが 史上初めて200メートルを超えるジャンプを成功させた。現在の最長記録は、オーストリアのステファンクラフトが記録した253.5メートルである。参考資料今期のスキージャンプ界を大騒ぎさせた、小林。帰国時には、最初から最後まで高いレベルで戦えた。出来すぎた。今期はこれで戦わなくていいと思う時が抜けましたと、語り、来期以降。 プラニツの252メートルで迫った253.5メートルの世界最長記録更新の目標を掲げた。ありがとうございます。